皆さんこんにちは。竹豊町保健センターの青木です。堀内です。今日は健康竹豊スマイレージの参加方法についてご説明します。やり方は簡単。まずはチャレンジシートをゲットしましょう。チャレンジシートは保健センターや町内施設に置いてあります。今年度からデザインが新しくなりました。かっこいいですね。チャレンジシートに記入できるポイントは3種類あります。1つ目は検診ポイント。これは特定検診やがん検診、会社や学校の検診を受けたら5ポイントゲットとなります。検診ポイントは1枚目の提出時には必要なポイントです。検診は年に1回受けてくださいね。2つ目は行事ポイントです。憩いのサロンや広報誌、ホームページ掲載の行事に参加すると3ポイントゲットとなります。そして最後に毎日ポイントです。これは自分で取り組みたい目標を一つ決めて取り組みます。20分以上歩く、野菜を食べる、間食をしないという選択肢の中から選んでもいいですし、自分で決めた目標に取り組んでも OK です。そして決めた目標を達成できたら枠の中に日付を書いて1ポイントゲットです。取り組みを続けて100ポイント貯まったら保健センターに用紙を持ってきてください。1枚目提出時は味噌太郎オリジナルグッズとマイカをプレゼントします。令和5年度は味噌太郎オリジナル手ぬぐいでした。さらにチャレンジシートを提出するごとに素敵なプレゼントが当たる自動抽選に一口応募できます。何が当たるのかな。例えば令和5年度はハンディマッサージ機やヨガマット、ジャムや歯ブラシ、豊かフーズの出し取り職人や杉薬局の商品券など豪華商品をご用意しました。豪華景品を目指して始めてみたくなりますね。健康づくりに取り組んでお得と健康を一石二鳥でゲットしましょう。皆さんのふるってのご参加お待ちしてます。